ブランビーズはスーパーラグビーに参加するオーストラリアのラグビーユニオンチーム。本拠地はオーストラリア州都特別地域キャンベラのキャンベラスタジアム。1996年創立。オーストラリア州都特別地域及びニューサウスウェールズ州南部地域のラグビーユニオンクラブ所属の選手と契約選手から選抜され編成されるチーム。 アクトのラグビーユニオンとしての歴史は古く、1899年に創立。1997年に準優勝。1998年にエディ・ジョーンズがヘッドコーチに就任。1年目は10位と低迷したが、2000年から後シーズン連続でプレイオフ進出。内優勝2回、準優勝2回と黄金時代を築く。チームカラーは、 ネイビーブルー、白、ゴールド。2022年のスコットは次の通り。中、1996年シーズンから2005年シーズンまでは、スーパー12での成績。2006年シーズンから2010年シーズンまでは、スーパー14での成績。2011年シーズン以降は、スーパーラグビーでの成績。2020年シーズンは、スーパーラグビー AU での成績となる。 ありがとうございます。